PD-14 の模型 PD-14 は、アビアドビガーテリが、イルクート MS-21 総発ジェット旅客機の代替エンジンとして開発中の次世代のターボファンエンジンである。PD-14 は2010年初頭に、推定350億ルーブルで開発すると発表された。2013年に、アビアドビガーテリは PD-14 の 認証取得をエアサに申請。ロシアでの認証はエアサの検証後の2017年4月に予定されており、量産開始は2018年からとなる見込みである。当初名称は PS-14 だったが2010年には PD-14 に改名された。PD-14 は2017年に就航予定のイルクートの MS-21 の エンジンとして選定されたが、国内、CIS 諸国向けのみに搭載される予定である。PD-14 は、イルクート MS-21 シリーズだけでなく、イル -214 への搭載も予定される。イル -76LL に搭載して試験中の、PD-14 開発は1999年により、開始された。もともとは、 PS-90A の技術をベースにした PS-12 というエンジン開発計画であり、i l -214 や MS-21 に提案されていた。2008年になり、燃料費が高騰したことでより強力な8段、圧縮機とガス発生機、2段タービンへの移行が、発生し水力も大きくなるなど、計画の大きな転換点となった。2010年11月には、 コアの試験が開始され、2012年6月9日には、エンジンの技術デモンストレーターの組み立てが完了し、最初の指導を行った。2013年2月、アビアドビガーテリーは PD-14 の性能と多様性を向上させるために、構成の大幅な変更を実施した。内容は、コアエンジンの2軸にバイパスのコア構造を維持しつつ、補機駆動ギアボックスなどを、 ナせる下からガス発生器の下に置くことにしたことである。これにより、より安定した熱耐性を確保し、オイルラインと冷却システムのための温度関連のリスクを低減した。またすべてのコアエンジンコンポーネントの寿命向上と軽量化のために革新的な技術を導入した。具体的には、最新の空力研究によるタービン効率の向上や低圧タービンの大幅な、 設計変更による小型軽量化である。2013年8月、エンジン製造会社のアビアドビガーテリは MAX 航空省で、イルクート MS-21 の代替エンジンとして、PD-14 の技術実証機時空計連番100から01を提案した。アビアドビガーテリは以前は、エンジンの縮尺模型を最初に公開した時には、MAX ショーで展示していたが、 ロシアの最新エンジン技術の実物は公開されなかった。2015年1月15日、ペルミは PD-14 エンジンの最初のコアの組み立てが完了したことを報告した。製造した No.100 から06はその後のテストと最終組み立てのためアビアドビガーテリに引き渡された。ペルミでは次のエンジンである No.100 から07以降は すべての作業を自社で行う予定である。2015年10月30日、PD-14 を搭載した、L、IL-76LL テストベッド機が初飛行し、飛行試験を開始した。2016年8月9日、チャンにおいて、ファンブレードの試験が実施され、成功したと発表された。2016年12月1日、統一エンジン製造会社は、 15スキー飛行場で第2段階の飛行試験を開始したと発表した。2015年から2016年にかけて実施された第1段階の飛行試験ではエンジン水力に制限をかけていたが、第2段階では制限を外してあらゆる速度、高度、水力での試験を50回行う予定である。2017年5月25日、エンジンの第2段階の試験が完了した。 現在はエンジンを再組み立てして地上スタンドのテストを再開しているという。2017年6月5日、ユイクアビアドビガテル社のマネージングディレクター及びゼネラルデザイナーであるアレキサンダー・アイノセムセフ氏は2017年末までに PD-14 の最終的な認定飛行試験を完了するとタス通信に述べた。同氏は認定試験の第3段階を準備中であり、 この第3段階の飛行試験は2017年末までに完了し、その後、国内のエンジンを搭載した航空機の偽装を認める特別声明が署名される予定となっていると付け加えた。2020年12月15日、イルクートは MC-21 から310型機が PD-14 を搭載して初飛行に成功したと発表した。 飛行時間は1時間25分、高度は3500メートルまで上昇し、時速450キロで飛行した。2016年7月13日、水力35トンの PD-35 についての予備的作業がすでに始まっており、研究開発が開始されたことが発表された。開発コストは1800億ルーブルで、開発期間は10年と見積もられている。 2016年9月27日、すでに大統領の基金から PD-35 の開発費として推定1800億ルーブルが割り当てられたことが明らかとされた。2016年11月2日、国家予算から PD-35 の開発費として15億ルーブルが割り当てられた。2017年6月5日、アレキサンダー・イノセムセフ氏は、 PD-35 について、現在 C929 を含む将来のワイドボディ機に動力を供給することを意図しており、現在科学的研究段階にあると述べた。PD-35 は今後6年、計画への相当資額は約180億ルーブルに上り、この金額のうち600億ルーブルがテストベンチや実験設備に費やされるという。 2017年8月31日、ロステフの地域政策担当ディレクターであるビクトル・クラコフ氏はジャーナリストに対し、ワイドボディの長距離旅客機のエンジンの独自開発に着手し、中国にこの作業に参加するよう呼びかけたと発言した。2017年9月20日、統一エンジン製造会社は、中国の中国航空エンジン集団は SHFMDS。SH C929 用のガスタービニエンジンの共同開発における相互作用の目的と主要な原則を定める覚書を締結した。2017年10月18日、ソチ世界青少年フォーラムにおいて、ユイクのユーリスモーチーン副社長は高水力の航空機エンジンの開発のための技術的課題は2019年に準備される予定であると発言、続けて、 PD-35 のガンス発生機の試験は2021年に予定されていると付け加えた。2013年のパリ航空省で公開されたナセルを外した状態の PD-14 のモックアップ2012年のベルリン国際航空宇宙省で公開された PD-14 の排気口アビアドビガーテリは従来の設計の二軸式高バイパス構造の PS-12 の改良型になるであろうと述べている。PD-14 は PS-12 の設計を継承し、8段式軸流式高圧圧縮機と2段式、高圧タービンのガス発生機の設計を導入する。ただし、低圧区画のタービンは4段式ではなく2段式となっている。燃焼機についてはリスクを軽減するために、アビアドビガーテリが、ウクライナのイーウチェンコと、 共同で代替品の開発を実施していたが、政治情勢の複雑化により2015年7月2日に中断された。ファンの直径は1.9メートルでアビアドビガーテリが、チャンの参加を得て開発した中空チタン、合金製ファンブレードを18枚備える。MAX-2013 で公開された PD-14 には複合材ファンブレード技術は導入されていなかったが、 高圧タービンの一段目には、西側のすべての近代的なエンジン設計での特徴である三次元的な形状と先進的な内部冷却光が見られた。チャンでは複合材ファンブレードの研究を実施しており、将来的には PD-14 に適応できるとしている。ファンの直径により、バイパス比はこれまでのロシア製のエンジンを大幅に上回る8.5、だが、それでも、なお、 バイパス比重、1に到達した CFM インターナショナルのリープ -1A や12,1のプラットホイトニーの PW1400G を下回る。エンジンナセルの重要な構成要素であるインテークやカウルパネル、スラストリバーサーグリッドは炭素繊維強化プラスチック、リーフリバースナセル、吸音構造、ガスジェネレーターのパネルはポリマー複合材料で作られており、 複合材料は、ナセルの重量の60%を占める。特にカスカ装置のパネルにはマイナス60からプラス300度の温度範囲で動作する、独自生産のポリマー複合材料を使用しており、世界の既存の規格に対応しているとしている。これらを合わせ PD-14 には、約20種類の新材料が導入された。燃料消費は、CFM56 や V2500、 PS-90A2 との比較で10から15%低減する。ライフサイクルコストは15から20%、運用コストは V2500、CFM56 比で14から17%低減する。また、多くの騒音や排出削減が計画されており、ファン流と燃焼ガス流をうまく混合し騒音を低下させる効果を狙ってエンジンなせる交端には、 シェブロンノズルが採用されている。実行間隔騒音レベルは15から21分 B である。これらにより AP-33、FAR-33、CSE FAR、ETAPS、e、などの認定要件に適合する。PD-14 は競合機種と比較し、経済的にやや劣っているが、軽量であり、大幅に小さい直径による抵抗の小ささ、 設計の簡素化による信頼性や寿命向上、低コストでメンテナンスや修理ができる点を有意点として挙げている。その他、顧客のため近代的で便利なアフターサービスシステムの構築をエンジン開発と並行して実施し、顧客の近くに修理、技術拠点を設ける。この他、PD-17、PD-23 が計画されている。 出展これらの他にもユイクはブリックス諸国で製造された航空機に売り込みをかけているほか PD-14 をベースとしたエンジンの共同開発を提案している。2017年にはエアロインディアにおいてインドの顧客が興味を示したとの報道も行われた。一般的特性構成要素性能出展アビアドビガテルパームエンジンありがとうございます。